さんようこそ鹿児島大学へ。鹿児島大学に興味を持っていただきありがとうございます。この動画を見て鹿児島大学への理解や興味を深めていただけたら嬉しいです。それでは早速始めましょう。まず鹿児島大学の場所について。鹿児島大学は鹿児島県の鹿児島市にあります。皆さんの多くは東京、大阪といった日本の大都市をご存知だと思います。では鹿児島について初めて知ったのはいつですか？鹿児島県は九州の一番南にあります。飛行機なら東京から鹿児島空港まで100分、大阪からは60分かかります。鹿児島空港到着後、鹿児島市中心部まで高速バスで60分かかります。新幹線なら大阪から鹿児島中央駅まで4時間です。新幹線が到着する鹿児島中央駅は鹿児島市の中心にあり、そこから大学のメインキャンパスまでは電車やバスで10分です。次に鹿児島の四季と自然について少し見てみましょう。鹿児島は日本の中でも温暖な地域で、冬でも雪が降ることはほとんどありません。冬が終わると日本で一番早く菜の花が咲き、3月頃から爽やかで過ごしやすい春がやってきます。春の花、桜が満開になり、少し散る頃に4月となり、鹿児島大学の新学期が始まります。6月から7月は梅雨の時期で雨が長く続きます。夏はもちろん暑く、連日30度を超えますが、東京や大阪とあまり気温の差はありません。また7月から10月にかけて大きな台風が通過することがあります。台風のシーズンが過ぎると紅葉の秋となり、また冬がやってきます。鹿児島のシンボルは桜島です。桜島は活火山で時々噴火する様子を見ることができます。鹿児島は世界でも珍しい火山と共に暮らす町です。さらに鹿児島県には島が多く、世界遺産の屋久島や宇宙ステーションがある種子島など、鹿児島市から離れるとさらに多様な世界が広がります。鹿児島の特徴は自然だけではありません。19世紀中盤以降、日本は封建的な武家社会、侍の世界から近代的国家への変革を目指す大改革の時期を迎えていました。この時期を明治維新といい、多くの鹿児島出身者が歴史に名を残しました。特に西郷隆盛は誰からも愛される勇敢なリーダーとして現在でも有名で人気があります。また鹿児島は昔、薩摩藩と呼ばれていました。西郷隆盛、薩摩、シンボルの桜島を用いたキャッチコピーやお土産が鹿児島には溢れています。鹿児島大学のマスコットキャラクターもその一つです。名前はサッツンです。次にキャンパスと学部について見てみましょう。鹿児島大学には9つの学部があり、3つのキャンパスに分かれています。メインキャンパスは郡元キャンパスです。ここには6学部、法文、教育、理学、工学、農学、共同獣医学部があります。中央図書館や学食、教育学部付属の小学校、中学校、共同獣医学部の動物病院などもここにあります。また郡元キャンパスから車で約20分の山の上に桜ヶ丘キャンパスがあります。ここには医学部と歯学部があります。さらに郡元キャンパスから車で約5分のところに下新田キャンパスがあります。ここには水産学部があります。敷地内には
留学生の寮や外国人研究者のための宿泊施設もあります。郡本下新田キャンパスの周辺はコンビニやスーパーなどもたくさんあって、学生が生活しやすい環境です。移動には自転車を使う学生が多く、その他にもバスや市電が近くを走っています。キャンパスが街の中心にあるので、ご飯を食べたり遊びに行ったりアルバイトを探すのにも便利です。生活費の目安は1ヶ月7万円です。次に学生寮について紹介します。まず留学生用の寮、国際交流会館があります。会館は全部で3棟あり、各棟に単身室、夫婦室、家族室があります。部屋によって家賃が異なりますが、単身室の場合一番高い部屋で1ヶ月2万5000円です。会館には入居者を支援する学生として会館チューターが住んでいます。また管理人もいますので、設備や生活の問題などについて相談することもできます。この他にも日本人も留学生も入居可能な学生寮、図書寮があります。古いですが寮費は1万円以下でとても安いです。鹿児島大学に入る留学生には寮の紹介だけでなく、大学がアパートの保証人になる制度もありますので、入学が決まったら担当者に問い合わせてください。ここからは大学内の施設を見てみましょう。まずこちらは郡本キャンパスの学習交流プラザです。学生や教職員の学習・交流スペースとして開放されており、一人で勉強したりグループで打ち合わせをしたり自由に利用することができます。1階にはカフェ、書店、売店が併設されています。飲食自由で Wi-Fi も利用できるので、夜遅くまでたくさんの学生が活動しています。学習交流プラザの向かいには稲森記念館があります。鹿児島大学出身の著名な経営者である稲森和夫名誉博士の寄付金によって建てられました。1階にカフェ、2階にレストラン、3階に稲森氏の功績を伝える展示室があり、一般市民も多く訪れる施設です。食事の面では生協の食堂も便利です。特に中央食堂は朝8時から夜7時半まで開いていて、いつでも手頃な値段で食事をすることができます。こちらは中央図書館です。資料の貸し出しやコピー機の利用などはもちろん、大きな学習室をグループで利用することもできます。またこちらは保健管理センターです。ちょっと怪我をしたときや具合が悪いときは無料で診察・治療を受けることができます。また保健管理センターと障害学生支援センターでは、カウンセリング専門のスタッフが皆さんの悩みや学習上のつまずきについて相談を受け付けています。この他にも鹿児島大学には森があったり畑があったり馬がいたり、街中にありながら豊かな自然、建物、人々が共存しています。学生のサークル活動も活発に行われています。キャンパスの様子は別の動画でも雰囲気を味わってみてください。次に鹿児島大学の外国人留学生について少し見てみましょう。鹿児島大学は世界37の国や地域にある163の機関と学術交流協定を結んでおり、学生交流や研究交流が活発に行われています。現在毎年300名以上の外国人留学生が在籍しています。出身地域は中国、韓国、ベトナム、インドネシアなどアジアが多く、半数以上を占めています。次に入試について。
ここでは学部への進学を目指す外国人学生に向けた情報をお伝えします。外国人学生が鹿児島大学の学部生として入学するためには、私費外国人留学生入試制度を利用して受験する必要があります。受験のためにはまず日本留学試験で志望学部ごとに決められた科目を受験し、一定の成績を収める必要があります。これをクリアした学生は学部ごとに決められた選抜試験を受けることができます。受験に必要な科目、点数、条件、また試験日程などの詳細はホームページで最新情報を確認してください。次は学費についてです。入学料は28万2000円、授業料は年間53万5800円です。これ以外に入学時には学友会費や学内活動をするための保険料などがかかります。また各学期の授業の教科書代も必要になるでしょう。次に奨学金です。鹿児島大学の外国人留学生を対象とした奨学金が複数あります。返済の義務がない貸与型の奨学金など、条件の良い奨学金はほとんどの場合大学を通して応募することになります。良い奨学金に応募するには良い成績が必要になりますから、日々の学習への取り組みが大切になるでしょう。最後に卒業後の就職に関する支援の情報です。日本では学部3年生から4年生の時に就職活動を行います。鹿児島大学ではキャリア形成支援センターを中心に、就職を希望する在学生に対して様々な支援を行っています。近年日本で就職する留学生が急増しており、もちろん皆さんもサポートを受けることができます。最後まで動画をご覧くださりありがとうございました。以上で鹿児島大学の説明を終わります。皆さんと鹿児島大学でお会いできるのを楽しみにしています。